それではおなじみの曲に傘の上でいろいろ回します。まずはマリを回して家庭が丸く収まります。マリの回しだけいってみよう。はい、ヤン回し、だんだん早く、まだまだ、はい、よかろう。はい、さあ品物が変わりまして、今度は金の輪に変わっていきます。はい、さあ千輪かと千馬二人で行ってみよう。はい、よいしょ。はい、ご覧の通りうまく回り出しました。うまいと思ったら拍手してあげてください。はい、ギリギリ、はい、我が空中へ、それ、はい、はい、はい、そのままランボ回し、だんだん早く我が寝ていきます。はい、これが松戸の競輪。はい、よかろう。真ん中へそのまま、よいしょ、頑張れ千馬、時間がないんだ、それ、よいしょ、大成功。品物が変わりまして、湯飲みジャーに挑戦です。瀬戸物の回る音を聞いていただきましょう。はい、湯飲みジャー回っております。綺麗な音を出して回っております。このまま早く回していきます。お茶碗の向きをよく見てください。だん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 起き上がって、糸尻、朝顔は先分けの茶碗。はい、よかろう。ありがとうございます。傘の一番最後、おなじみのマスに挑戦です。四角いマスが傘の上で丸く回ってるように見えます。皆さんのご家庭ますますご繁盛。マスの回し分け、さあ行ってみよう。はい、真ん中は落としました。回ってるところを見てください。はい、ご覧の通り丸く回ってるように見えます。ギリギリに回って、はい、よかろう。はい、ありがとうございます。さあもう一つ見ていただきましょう、せっかく来たのでね。はい、品物が変わりまして、今度はバランス芸です。いいから、呼び上がる。はい、長い棒の先に丸いのをついたのを持ち出しまして、この上に草のついた板を乗せます。そしてお水の入ったコップが乗ります。うまくバランスを取りまして、はい、コップの入ったお水を乗せます。親指の上に乗せます。はい、はい、このまま口元に持っていきまして、手元から細い糸を持ち出します。この糸の上に建物全体がうまく乗ります。はい、それ、はい、乗りました。はい、元へ戻します。根元にこの糸を一絡みしまして、右と左に引っ張りますと、こんな芸ができます。回りながら左手に木からくりは回し道路。はい、頑張れ。はい、もう少し、はい、はい、無事終点に着きました。はい、さあ今度はこの上に、はい、ご飯を食べる時のお茶碗を乗せます。そしてお茶碗の中にこのコップのお水が入ります。下降りよう、はい、下降りよう、2人、はい、下降りよう、下へお水が入ります。そうするとどんな芸ができるか見てあげてください。手元から細い竹の楊枝を持ち出します。これを口にくわえます。
建物全体が楊枝の突端にとどまりましたらば、お茶碗の方ご注目いただきましょう。おどぼこ町は祈りの雨。ほっ、頑張れ。祭りの応援といたしまして、この時間帯、東京に残ります古い芸能、民族芸能を6団体見ていただきました。これでこの民族芸能のお祝いは終わります。ありがとうございました。